ディレイシャンピーディア V2 とは、英語版ウィキペディアで削除された記事を収載している、オンラインアーカイブ域サイトである。集裁されている、各記事には即時削除された理由や、削除議論の場所、削除したユーザーが書かれたヘッダーが追加されている。初代、ディレイシャンピーディアは2008年2月から9月まで運営されていた。2013年12月に、新たな運営で再始動した。 ミディウウィッキーを使用していて、2008年2月から9月にかけて、ウィキペディアで削除された記事約6万3000本が収載されていて、ウィキモルグとしてウィキペディアから削除された記事を自動的に収集している。ウィキペディアからカテゴリーを保存していることに加えて、ディレイシャンピーディアでは削除基準に基づいた独自のカテゴリーも作成されている。 記事が削除された月や記事を編集したユーザーの数や、Wikipedia に記事が存在していた期間ごと管理されていて、例えば2000記事近くは削除されるまで1000日以上存在していた。ディレイシャンピーディアは、著作権侵害で削除された記事や、重大な名誉毀損問題を抱える記事、履歴が全部、Wikipedia の姉妹サイトに未だ残っている記事や他人を、 攻撃するために作成された記事は保存していないと主張している。収載されている記事は特筆性がないためから政治的、ビジネス的に利益を得るために投稿されたために至るまで幅広い理由で Wikipedia から削除されている。またサイトは閲覧専用であることは寄付を求める店サイアティやウィキメディア財団と違って自身では寄付を求めないことを意味するとしている。 2008年4月5日に以下のメッセージが発信された先日の収裁中断についてお詫びします。データベースの過度なロードが発生したためデータベース管理を改善しました。この1、2週間新たな記事をアップロードしなかったことに関してその退屈化の改善を行っていました。なるべく早く全復旧できるようにします。ディレイシャンピディアのメインページ 最後の閲覧可能なログにて取得された記事は2012年6月14日付のアニメフェスティバルウィチタだった。オリジナルコンテンツは現在も閲覧できる。ウォールストリートジャーナルは未だ存在するウィキペディアにおける削除主義と包摂主義との間の文化的衝突に対する問いかけとして取り上げた。インダストリースタンダードは社会学学生がいかにして集団思考が 式のコミュニティで構築された対応が適用されるかを勉強するのに良い研究材料になるだろうと評したその後間もなくインダストリースタンダードはウィキペディアにおける記事削除問題に関して再度ディレイシャンペディアを取り上げディレイシャンペディアは記事が重要性が足りないのではなくウィキペディア自体への批判が認知されていることが原因 だから削除されていることが認識されていないと提言されたことで議論している。また最大手のオランダ語長官新聞であるデテラグラフ、イギリスのテクノロジータブロイドウェブサイトであるザインクワイアラーでも取り上げられた。最も中身のある批評をしたのがアルステヒニカでウェブサイトの側面だけでなくディレイシャンピーデア上でのウィキペディアの記事削除に関する論争を報じている。 新たな管理者であるカスパーソーレンがウェブサイトを再登録し、2013年12月に運営を開始した。2014年5月現在、4852本の記事が収載されている。プレポディアのロゴ同士のプロジェクトが英語以外の言語で行われている。ありがとうございます。